意外の看護師を嫁にもらってるのが小田秀平です。そういう作業をやってました。包括的に作業していた日蓮宗、の、創価学会聖福寺の犯罪であるということも、実際脱法行為で聖福寺に お金のお布施が集金マネーロンダリングがされていたってことです。そういう作業をやっていたのが実際そうであるということで、私のその後遺症の診断書は、提出がされているということです。印鑑が押されているものが窃盗されました。それが訴えられると困ると思ったんでしょうね。こういうものを、剥がして一旦、剥がしてそういうことをやってるっていうことです。非常に汚い手口をやってます、こいつらはね。診断書が、提出されていることを、また確認しないといけませんね。まあ、そういう事件であるっていうことです。診断書はこのように提出されております。実際の原本の方には、あっちの方には提出されておりますので、もうこれは間違いないんですけど、こちらの方の控えとして、それを、主張されると困ると思った連中は、はい、出ます。これです。後遺症の診断ですね。診断書を、提出されておりますので、そして、ここのところの、診断書が、提出されてますよっていうふうに、ちゃんと書かれてます。レントゲン写し、抗3号書です。後遺症診断書、上腕二頭筋で、出されており、そして、それが出されてる。そして、こっち側も、上腕二頭筋っていうものの、診断が、3月の、6日に出されております。同じ同様の、上腕二頭筋の、診断書っていうことで、出されてるっていうことです。ここですね。ここです。後遺症の診断書。ここですね。が出されてると、ちゃんと明記されております。それを、自分たちが出した後、そこだけもしかしたら、沢和之は入れるかもしれませんね。明日確認しましょう。後遺症の診断書は、ちゃんとそれが、88号と87号が提出されてますよねっていうのをまた明日確認してみます。この連中は創価学会なんで、黒沢和之ってのは原田康の沢田ホールディンググループの詐欺の、書記官ですので、この連中は絶対許しません。三谷やっぱり下ろしたまんまにしておきましょう。これは、損保ジャパンの犯罪であり、交渉の診断が出ていて自分たちはお金を受け取ってますにもかかわらず、私には払ってない。損保ジャパンの犯罪。西沢刑事の犯罪です。タイに逃げてきました。タイのバニーナをモギナーコだと偽証して。私は日本人です。戸籍謄本が提出されている通りです。戸籍謄本はちゃんとこのように、まあ、提出されて、そして印鑑もついております。戸籍謄本ですね。謄本がなされてるってことです。このように。戸籍謄本はちゃんと出されてます。私の戸籍謄本です。茂木直子は、まあ、新潟県の出生です。そして、もちろんですが、茂木直子を選択してます。石塚直子よりも茂木直子の方が使用期間が長いからです。そして今裁判中だからです。そういう事件です。以上、本物の茂木直子でした。